どうもしげしげです。本日はミニキャラシリーズのイベントが復刻するとのことで、キャラクターのね、能力調整が数体発表されましたので、そちらを見ていきたいと思います。まずはミニルーネから見ていくんですけれども、このシリーズはステータスがだいぶ特徴的になったようで、この紹介の画面でもね、120の画面で紹介されてるんですけれども、なんと HP が 11,868 で、攻撃も 6,366 あって、回復も880と、だいぶねステータス高くなってますね。他の性能的なところでいくと、覚醒スキルでまず水泥鏡が5個搭載できる。で、なおかつスキブも6個、それに加えて火力覚醒もね2個だけですけどしっかり持ってるかなと。超つなぎ消しのね倍率を考えると、まあだいぶ出るのかなというのがあって、しかも、属性が水なので、副属性込みでいい火力は出るかなと思います。ただどのパーティーの中で使うかって言われると、まあ現状はなんか水花火の中でとか使えそうですけどね。今バルタン星人がそんな感じなように、スキブも6あるし、スキルは9ターンでロック解除3色陣、水闇回復に変換からの1ターンヘイストで、覚醒無効状態も全回復することができます。これ本家のリューネもパワーアップする前兆というかですかね。本家のリューネのスキルもアビスダークリングっていう名前なんですけど、この覚醒無効状態全回復とかロック解除もついてないので、まあパワーアップするんでしょうね。覚醒無効全回復ついてくるとだいぶ変わってくるので、とてもいい強化だと思います。リーダースキルは水属性の HP 3.2 倍の常時倍率14倍で、スキル使用時に 1.5 倍さらにかかるので、攻撃倍率でいくと21倍出るのかな、まあ、軽減とかあと回復倍率もなかったりするので、使うとしても周回系のリーダーになってくるかなと思います。続きましてミニシルビーですが、ステータス見ていきましょう。 HP 12,134、攻撃 6,128、 回復947、だいぶ高いですねやっぱりね。でリューネと同じく種属性副属性が同属性ということで、キーキーのキャラなんですけど、木の泥鏡5つに加えてスキブ6で、コンボ強化と超覚醒で見えてるのが超コンボ強化ということで、よりこっちはねキパの中に編成しやすいかなと。ただただコンボしてるだけでね、副属性込みでしっかり火力も出せるし、火力の底上げもできるし、スキブも漏れると。でこちらもねスキルがパワーアップしてるんですけども、9ターンでロック解除3色陣からの1ターンヘイストからの覚醒無効全回復。リーダースキルも先ほどのリューネの色違い版という感じですね。どうせなら星6で欲しかった感じもしますけども、星7なんですよね。最近星6強化のダンジョンとかが来たりしてたので、まあ、そこにはまるようになったらいいのかなっていうのがあったんですけど、あとあれか、レアリティ制限リーダー、まあ貴族生のそれはまだいないですけど、まあもしかしたらね、後々この星7のこのステータスのキャラクターが、はまるような瞬間もあるんじゃないかなということでチェックしておきましょう。続きましてミニサリアですが、このキャラは星6のキャラクターになっております。ステータス HP 14,007、攻撃が 5,906 の回復520ということで、 HP めちゃめちゃ高いっすね。で種属性副属性光のキャラクターで、まあ星6なんでっていう感じでしょうけど、覚醒スキルが若干少ない、まあ理由は分かんないですけども、光の泥鏡が4つで、スキブが超覚醒合わせて最大6で、超つなげ消しとコンボドロップを持っていてっていうところで、まあ光のね超つなげ消しでいくとサフィーラとか埼玉とかなのかなと最近は思うんですけれども、まあ、スキブと泥鏡を搭載できる上に、まあ、先に触れてしまうとスキルに覚醒無効の全回復もあるので、まあ、一応役割はありそうかな。何より HP 漏れるしね。でそのスキルのね覚醒無効の他にはロック解除3色陣、火光回復で一旦ヘイスト、まあリューネシルビーの流れと一緒なんですけれども、まあ悪くない性能かなと思います。リーダースキルは光属性の HP 3倍の攻撃力14倍のスキル使用時、光属性の攻撃力 1.5 倍ということで、まあこれもねリューネシルビーに続きっていう感じですね。で最後にミニオーディンですが、このキャラも星6です。で種属性副属性火でHP が 11,859 で、攻撃が 7,031 高いっすね。で回復474で、覚醒スキルがウェイ3つに加えての超コンボ強化で、スキブが超覚醒込みで最大6で、毒の完全耐性持っててっていうキャラクターなんですけど、このね高い攻撃力を持ちながら、ブレススキル持ってんすよね。そこの時点でまあちょっと役割はあるかなというのがあって、特にこのオーディンのスキルって無効貫通スキルも兼ねてるんですけど、これ先日のアップデートでパワーアップしたやつかな、はい、だと思うんですけど、2ターンの間ダメージ無効貫通できて毒にもできたりするので、結構ねいい感じの周回パーツになりそうな性能をしてるので、まあそのあたりをしっかり組みたい方はね
このキャラは複数体持っておきたいキャラクターなんじゃないでしょうか。そんな感じで明日も発表されるようなので、発表されたらまた紹介していきたいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。